どうもナビです。さて今日もやっていきましょう。さて今日の動画なんですけど、サムネタイトル見ていただければもちろんわかると思います。丸顔の女性に似合う髪型特集をやっていこうと思います。はい、ということで今日は丸顔の女性ですね。おもながだったりとか、童顔のねお顔の方だったりとか、そういう方の解説もしてきましたけども、今日は丸顔の女性、この方についてちょっとお話をしていこうかなと思うんですけど、まずは丸顔女性の特徴、見え方、こういうところからまずお話をしていこうと思うんですけど、要は丸顔さんの顔の比率ですね。基本的に比率は大体まあ2対3とか、まあ2対 2.5 とか、ほぼほぼ丸に近い状態、基本的にまん丸、要は四角の中に丸が1個入ってるイメージ、こんなイメージの方が丸顔さんですね。で、丸顔さんはやっぱりこう丸みがある、可愛らしい、まあ、可愛らしいっていうのは若く見られがちとか、そういうポイントもありますね。で、まあ、見え方ですけども、各ポイント、目だったりとかお鼻だったりとか、こういうところが少し大きく見えやすい、こういうのが特徴ですね。もちろん大きくなればちょっと可愛らしい、クリッとした感じに見えるので、まあ、つながってきますよね、イメージ的には。で、丸顔の例えば芸能人とかで言えば、橋本環奈ちゃんとか、そうかな、今田美桜ちゃんとか、佐々木のぞみちゃんとか、ふかきょんとかもそうだね。あと多部未華子ちゃん、多部ちゃんなんてもうすごい丸顔でちっちゃいじゃない。まあこういう方たちが挙げられますね。で、ヘアスタイルについてなんですけど、もう一つ僕がここで言いたいのが、特に丸顔さんなんですよ。丸顔さんに言いたいことが、首が長いか首が短いか、まあ、要はまあそれってお顔の大きさが小さいのか、まあ、大きいのか、まあ、結構そういう部分でも変わってきやすいんですよ。で、まあ、パッと見だとやっぱり首が長い、顔が小さい子っていうのは、まあ、何でも似合いやすいというか、パッとそれだけでね、まあ、顔がちっちゃみたいな、もうなんかそれだけでも何にしててもいいみたいな、そんなバランスにもなると思うんですけど、逆に顔がちょっと大きい、首が短い人っていうのは、こうボブだったりとか、ちょっと短め、重めとかっていうスタイルは基本的には NG です。これはもうやってる人は分かると思うんですけど、もうやっぱ丸く見えちゃう、ここにギュッと詰まって見えちゃうので、あまり基本的に僕もおすすめはしてません。で、まずはちょっとね、今日はヘアスタイル中にちょっと言っていこうと思うんですけど、まずショートヘア、丸顔さんのショートヘアについてなんですけど、ショートヘアやりたい人多いと思います。もう一つだけです、これは。段のないショートヘア、要はショートボブで重みがあったりとか、ボテッと重く感じるようなヘアスタイル、これはもう絶対ダメです。ショートヘアにするなら前髪を作るなりして、段をしっかりつけて、こっちサイド、おもながバランス、もうこれに絶対見せるのが第一条件です。で、なおかつ襟足は少し残す、いつも言ってる通り、この上の部分、トップの髪の長さと襟足の長さ、ここを強調してあげる、これが第一条件です。ショートヘアの、特に丸顔のショートヘアの人、これはもう絶対確実です。極端な話、前髪が短い、眉毛ぐらいだったりとか、眉毛より上だったりとか、ちょっと短くしてキュッとより強調させるっていうやり方はもう全然ありですね。もうおすすめです、どちらかというと。やっぱりショートヘアはやっぱ可愛く見える。はい、で次、ボブヘア、ボブヘアですね。もう先ほども言ったように、もう顔が丸い方とか首が短い方っていうのはボブヘアっていうのは基本的には NG なんですけど、まあ、首が長い人でも基本的にやっぱ丸みが出てしまうので、基本こうワンレングスのボブだったりとか、ショートボブの重めだったりとか、そういうヘアスタイルは基本的に NG なんですよ。ただ僕が唯一視覚的にいいと思うのは前下がりボブですね。前下がりボブ、ちょっと鋭角ライン、ちょっと鋭さのある
前下がりボブラインっていうのはキューッとこう横から見てもこっちのラインが長く見えやすいので、ギューッと要はここの丸さとあったりとか、ここの短さからここまでの毛先のね、顔周りの長さが長いので縦長に見えやすかったりする。それだったらあまり段がないスタイルですけど、バランスはよく見えるっていうのが一つあります。そうするとこの首周りもすっきりするし、かといって顔周りは長いけども後ろすっきりするので暑苦しさもないので、このスタイルはおすすめです。ボブヘアはさ、やっぱプルンってしてるよね。はい、で次ミディアムヘアですね。ミディアムヘア、まあミディアムヘアぐらいになってくると基本的にはもうね、1対 1.5 とか 1.7 とか、ちょっとこうこちら側が長い、縦軸が長いバランスになるので、基本的にどのスタイルでもバランスはいいです。丸顔をカバーできるヘアスタイルになっています。よくひし形シルエットとか言いますけども、まあひし形シルエットって基本的にさ、ここをこう内に巻いて外跳ねしてこうひし形とかさ、そういうシルエットにするんですけど、まあ一般的にはバランスはいいですけど、ミディアムヘアとかそういうバランスだと顔周りのシャギー感を出すのはまあ一つポイントだと思います。顔周りだけ前髪作って、顔周り一線、このこめかみ部分とかの髪の毛を短く持ってくる。まあこれはショートでこう見せるとか、ボブで前下がりにするとか、ちょっとそことはまたちょっと別なラインではあるんですけど、隠すっていうイメージで持ってくるのはありだと思います。ただひし形シルエットでこう見せすぎちゃっても、ここねパカって内巻きにして、ここ空間を出しすぎちゃっても丸顔が強調されて横広がりに見えやすくなってしまうので、どちらかというと第2の前髪、このシャギー感、横を出して隠すっていうバランスで、下は長めに残す、こういうバランスが僕はそのぐらいの長さのバランスの人とかだと一番合いやすいんじゃないかなとは思います。もちろんひし形シルエットでも基本的には縦長ラインのバランスなので問題は全然ないです。なんかミディアムヘアの女性ってなんかもうすごい自信持ってるイメージがあるんだよね。なんかで次ロングヘアですね。もうロングヘアに関してはもう何も言うことないです。正直強いて言うなら身長です。ロングヘアってそれだけで長いので、もう別に横ラインとかそういう問題ではなくて、もう身長のバランスですね。もうこれは丸顔とか関係なくて、身長がある程度あるかないか、もうこれで決まってきます。もちろん身長ある人の方がロングヘアは似合いやすいので、あとはもう前髪を作るか作らないかなんですよ。やっぱ前髪をバツって作りすぎちゃうとやっぱ強調されやすいので、少しランダムにしてあげるとか、どちらかに流すとか、そういうバランスの方が丸顔ロングヘアの方に関しては、まあ、似合いやすいんじゃないかなっていう気はしますね。まあ、ロングになってくると前髪も、まあ、短い人は短いし、あんまりこのくらい長さがあって前髪がパツッと切られてる人もいれば、頬骨とかこの辺りに前髪を残すっていうバランスの人って、まあ、あんまりいないと思うんですよね。基本的にちょっと長くしてちょっと首周りで動かすとか、そういうバランスの人の方が多いんじゃないかなとは思いますね。ちょっとバランスはこの辺だと中途半端です、正直で。まあこの今まで喋ったブルーの中とはちょっとまた違うんですけども、なんかロングヘアの女性はなんか整えてます整えてます毎回言ってますみたいな方はやっぱ見るで分かるんだけど、なんかただ伸ばしてるみたいな感じだと、なんかもう結ぶためにやってますみたいな感じで、なんか僕もったいない気するんだよね。バサッ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 サッサッサッみたいな感じがして、ああなんかもったいないなみたいな。ウルフヘア、これは最も前髪さんに効果的でありバランスが取りやすいヘアスタイルなんですよ。でウルフヘアにするんであれば、まあ短くて長いっていうイメージがあると思うんですけど、僕の考えの中ではやっぱりパーマがやっぱ一つ必要だなとは思ってます。正直ストーンって落ちるだけでも全然別に悪くはないんですよ。いいんですけど、少しパーマで動きを出した方がウルフヘアっていうヘアスタイル自体をより効果的に見せてくれる、そういうバランスになってくれるので、もちろんウルフヘアでも全体を長くしてたりとか、例えばこの横の方はちょっと短くショートっぽくして、後ろ少しちょっと長めに残した
バランスのルーフヘアとかいろいろとあると思いますけど、まあ僕は、まあ短めの長めの方がよりウルフ感、縦長ラインを強調できるので、なんか全部を長くして、なんかちょっと短く、あんまり短くしすぎないでってなっちゃうと、もちろんそういう風に切れるんですよ。ちょっと短く、あまり横も切りすぎず長めに残して襟足も長めに残す。で、ちょっと軽くするウルフヘアとかもできるんですけど、髪全体のバランス、第三者から見てのバランス、まあ、特に僕らみたいな美容師からしたらバランス的にはやっぱりちょっとこっちが短い方が全体、髪全体のバランスっていうのはすっごい整いやすいんですよ。見え方が全然違ってきます。まあ、これはもうご自身がやりたいかやりたくないかなんですけども、やって例えば切ってバランスのいい髪型になった、そのことよりもここが短くなったっていうことの方が嫌だっていうのであればやんない方がいいんですけど、バランスのいい方に絶対に選びたい、そういう心がある方はある程度短くして長短をつける、横と後ろでも長短をつけながらバランスをとっていく、このヘアスタイルは絶対におすすめです。これ断言します、 100% そっちの方が全体度のバランスはいいです。はい、でカラーリングですね、カラーリングについてちょっとお話ししようと思うんですけど、カラーリング皆さんアッシュ系だったりとか、まあ、ベージュ系だったりとか、まあ例えばブラウンだったりとか、まあこう寒色系と暖色系大きく分かれてあると思うんですよ。まあ、どちらがいいか、まずここなんですけども、まあ寒色系ですよね、完全に。要は暖色系っていうのは少し膨張しやすかったりとか、インパクトが残る髪色なので、逆に面長だったりとか、そういう方は少し横広がりだったりとか、例えばボブヘアとかね、ショートヘアとかでも横広がりになりやすいバランスなので、そういう方がいいんですけども、丸顔さんっていうのは膨張だったりとか広がるっていうのから避けて通りたいので、寒色系ですね、アッシュだったりとか、まあうん、ベージュも、まあグレー系のベージュだったらいいと思いますけど、そういう色味をチョイスした方が合いやすいです。もちろんその季節によって変えたりとか、気分によって変えたりとか、それはもう自由です。もうそこは僕らが全て決めるわけでもないので、好きな髪色にした方がいいと思うんですけども、よりその丸顔っていうのを少しでもカバーしていく、そういうバランスにしたいときはカラーリングは寒色系の方がおすすめです。はい、では今日はですね、お話しした通り丸顔さんの髪型、これについて話をしてきました。まあ、他にも顔のパーツが丸顔でキュッとまた中に詰まってるとか、ちょっと離れてるとか、細かいことはたくさんあると思うんですよ。そこに関しては現場で美容師が見ないとわからないことなので、担当の美容師さんとね話してもらった方が絶対にいいんですけど、基本的に気をつけるべきことっていうのはお話しさせていただきました、今日は。なので、どうしようかなとか、すごい気になる、迷ってる、でも一歩が踏み出せない、まあ、そんな方のね、少し背中を押すような動画になってたらいいなと思うので、ぜひね、担当の美容師さんと一緒に素敵なヘアスタイルを見つけてみてください。バイバイ。